こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。皆さん、禁欲ってしたことありますか？男性だったら興味がある方とか、したことがあるっていう方多いんじゃないでしょうか。 SNS とか YouTube で禁欲してみた系の動画ってよく見かけるんですけど、めっちゃええでって言ってる人がいる一方で、絶対やめた方がええでって言ってる人っていますよね。そこで今回は禁欲のメリットとデメリットというのをご紹介していきます。正しい情報を知りたいと思う方は、ぜひこの動画最後まで見て参考にしてくださいね。ということで、今日の目次はこんな感じです。まず、禁欲のメリット、そしてデメリット、それから、一番効果的な禁欲の方法をご紹介していきます。では、早速やっていきましょう。まず、禁欲のメリットから。一つ目。テストステロンの一時的な上昇。一部の研究では、一定期間の禁欲は、テストステロンの上昇をもたらすということが示唆されています。それによって、筋肉がつきやすくなったり、不安を感じにくくなったり、チャレンジ精神が高まるっていう効果が期待できます。また、リーダーシップっていうのが取れるようになるので、女の子が頼りにしたくなる。まあ、つまり恋愛対象になりやすくなる。ということですね。二つ目、精子の質の上昇。一部の研究では、一時的な禁欲によって、精子の質に一時的な改善が見られるっていうことが報告されています。一概に全ての男性に当てはまるというわけではないんですけど、精子の成熟と濃い濃度、そして運動能力の向上が期待できます。まあ、性欲というのはかなり強い原動力になりますから、積極的に女の子にアプローチすることができるようになります。三つ目、性的感受性の向上。まあ、つまり感じやすくなるということです。一部の研究では一時的な禁欲が性的感受性が高まるっていうことが示唆されています。これは性的興奮の増加によるものというふうに考えられています。まあ、つまり禁欲のおかげで行為をした時の快感が増すということですね。四つ目。意志力や自己制御能力の向上。スマホでサクッとおかずを用意できるこの時代に禁欲ってまあ修行ですよね。なので一部の研究では意志の力とか、あとは自分を制御する力というのが一時的に向上するというふうに言われています。5つ目、生産性の向上。人というのは性欲に膨大なエネルギーと時間と労力を使っているというふうに言われています。そこで禁欲をして、そのエネルギーをそのまま自分の成長に向けるとかなり成長っていうのが期待できますよね。なので生産性が爆発的に上がるっていうふうに言われています。では次、禁欲のデメリットをご紹介します。まず一つ目、前立腺がん発症のリスクが高まる。実は禁欲というのは前立腺がん発症のリスクが高まるというふうに言われてるんですね。2016年の研究によると、禁欲によって射精回数が減ると前立腺がんのリスクが高まるというふうに発表されました。これは主に男性ホルモンの増加によるものというふうに考えられてるんですけど、まあそれ以外にも生活習慣とか運動不足とかね、まあそういうのも関連していると言われています。二つ目、ED、勃起不全のリスクが高まる。禁欲をすると性的な刺激から遠ざかるので、勃起をする時間というものそのものが減ります。日常的に勃起をしない状態が続くと、陰茎界面体が硬くなり元に戻らない繊維化という危険な状態を引き起こします。むちゃくちゃ怖いことに、繊維化の治療法で確立されてないんですね。だから今は予防する、それをしないようにするっていうことだけが唯一の予防策であるということです。つまり日頃から勃起させてないと勃起しなくなる可能性があるということですね。3つ目、早漏の原因になる。禁欲をすることで刺激に対して興奮しすぎたりとか、敏感になりすぎて早漏になってしまうっていうことが考えられます。4つ目、睡眠障害。性行為とか自家発電って睡眠の質を向上させるというふうに言われています。体内にエンドルフィンとかオキシトシンといった幸福ホルモンというのが出るので、これがリラックス感をもたらします。過剰な禁欲というのは睡眠障害を引き起こす可能性があるということです。5つ目、ストレスや喪失感の増加。禁欲って結構なストレスを感じます。そういったストレスが心身に悪影響を及ぼします。性行為とか自家発電というのはストレス解消の手段というふうにされているので、これを制限することが逆にストレスを増加させてしまうことにつながります。では一番効果的な禁欲の方法何かという話をしますね。今回ご紹介したメリット、デメリットを踏まえて、一番効果的な方法何かというと、結論としては、やりすぎはデメリットになるんだけれど、適度な禁欲というのは男性にとってメリットが大きいということです。数日から1週間程度の禁欲というのは、テストステロンを高める効果があるというふうにされているので、どんなにやっても1週間というね、期限をしっかり守ってやるのが効果的ということです。ということで、まとめです。まず、禁欲のメリット。
1つ目、テストステロンの一時的な上昇。2つ目、精子の質の向上。3つ目、性的感受性の向上。4つ目、意志力や自己制御能力の向上。5つ目、生産性の向上。では次、デメリットですね。まず1つ目、前立腺がんの発症リスクが高まる。2つ目、ED のリスクが高まる。3つ目、早漏の原因になる。4つ目、睡眠障害。5つ目、ストレスの増加。で、一番効果的な禁欲の方法としては、数日から1週間程度の禁欲というのはテストステロンを高めるのに効果的だということでしたね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回はね、禁欲についてお話をしたんですけど、禁欲ってまだ研究途中っていうのもあって、なかなかね、科学的根拠に乏しい、その、禁欲をした人が、めちゃくちゃこう、すっきり目覚められるみたいな体験っていうものはあるんだけれど、まあ、経験ですよね。というものはあるんだけれど、科学的な根拠があるかって言われると、まだまだ研究段階かなという感じなので、メリットとデメリットというのをしっかりと把握してやろうと思ってる方はね、トライしてもらったらと思います。まあ、何事もね、やりすぎは良くないので、やりすぎないようにしてくださいね。ということで、今回はね、ちょっとね、画角を変えてみたんですけど、どうでしょうか？ちょっとこの、タブレット置くところがなくって、手持ちで立ってるんですけど、ちょっと、この画角いいなっていう声がね、多かったら、ちょっとこの画角で、背景がね、斜めってるので、もう少しこっちに寄せたりとか、ちょっとしていこうかなと思ってるんですけど、またちょっと上から撮るのとね、どっちの方が見やすいかとか教えてもらったら嬉しいです。ということで、このチャンネルでは、女性からモテる方法や恋愛のコツについて、心理学や実体験をもとに、初心者の方にでもわかりやすく解説をしておりますので、ぜひご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。Twitter と TikTok とインスタもやってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。